おはようございます、タワマンです。今日はですね、壁紙について、壁紙の道具についてですね、ちょっと紹介ご紹介できればと思っております。こちらの壁は、パテの状態ですね。まだちょっとヤスリをかけてないですかね。こういうところ段差が壁紙貼った後に出てきてしまいますので、できるだけ平らにする感じです。でちょうど今、朝来まして、こちらパテを練ってこれから作業するところです。こちらの壁は、私の父親がですね貼ってくれまして、結構つなぎ目とかも分かんなくて素人っていうか、まあ私が教えたんですけども、素人なりにうまくできてるんじゃないですかね。はい、ということで今日は私の壁紙道具のご紹介です。壁紙をやり始めてからは10年ぐらいは経ってますかね。大学も10年ぐらいですかね。どんどん道具も入れ替えたりとかしまして、最後に、残ってる今も使ってる道具たちですね、買ったりもらったりした道具もありますけども、じゃ端からですね行っていきましょう。まずこちらハサミですね。ハサミは一般のものを切るハサミですね。刃がどんどんダメになっていってしまいますので、あとこの刃の角度ですね、角度があるので、まあ、こちら、私はこの、ちょっと汚いですけど、この裁縫用のハサミ、母親が買ったやつで2万いくらするんですけど、これはもう壁紙だけに使っております。次にこちら、団地物から見つかった、裁縫の、これを買うと結構高いので、順番にですね、これが壁紙で、次に、布っぽいもので、これが、一般の何でも切っていいハサミになっております。で次はこちらローラーですね。ローラーは、継ぎ目とかちょっとテンションを上げて横にこうずらしててあげるような、こんな感じですね。こうずらして壁紙の隙間を埋めてこう力入れてます。それこちらが、こちらがジョイントコークとかですね。こちらも、最近ペネットっていうか固まった時にちょっと普通のやつ、今まで使ったやつですと跡が出るんですけども、これはなんか継ぎ目でサラサラするような、ホコリがつかないような、ちょっとどれだけ変色するかっていうのを、こういうふうに見ていこうと思っております。ちょっと楽しみですね、経年劣化というか。こんな感じで腰に入れますね、最後仕上げの時に。そんなにでもつかないですね、この肩の。次ですね、次はこちらジベラ。これも大きいジベラ持ってたんですけども、なんかいろんなところぶつけたりとかですね、ぶつけてこう尖った先でこうガリッと曲がっちゃったりするんですよ、ね、なんかこれも結構一番扱いやすくて小さめなんですけど、扱いやすいですね。で腰袋にこう入れた時に、腰袋ですね、入れた時に肘にあんまり大きくて肘にブスって刺さるんで、このぐらいのサイズがいいかなと思っております。次はこちらです、首もヤスリは別に、電動のもありますけど、やっぱり重たいので、これでやるか、あと最近買ったのはこれですね、これ壁紙のコーナーになった。すごいこの角度がよくて、今まではこの、中古でメルカリとかで買ったんですけど、これが、種の一番硬いものでもガリガリ。トンカツで叩いてですね、
これも枝長くて、これも壁紙のあれですね、ヘラとか落とすのに使っていました。でこれはうちの兄貴がですね、ということでこちらですね、こちら絵の絵が黒炭ですよね。もうちょっと積もってます。次はこちら、こちらが爪代わりですね。私の爪代わりの3点ですね。これがもうこれがステンレスというか、これがちょっと硬いんですよね。これがもう柔らかめで一番よく使ってますね。あとこれも最近、ハウスクリーニング屋さんの人から教えてもらったんですけども、これカリカリポンジュって、なかなかいいしなりです。水道のカリカリを落とすやつみたいなんですけどね。これはちょっと探しても売ってないんですよね、この細いタイプ。これ大事に使ってます。削ってどんどんちっちゃくなってくるんじゃないかってぐらい使ってます。で次はカッターですね。カッターは結局の食洗道具っていうの、カッターも10本ぐらいいろんなの試しましたけども、この食洗道具のこの刃ですね、この刃が結構鋭利なんですよね。この角で一遍やるときにパキ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 打って針金つきやりますので、いいですね。こちら多分今後もこれ使っていくかなって思ってます。刃がですね、刃はこちら直線ロング超鋭角、ちょっとつける取るときに結構大変なんですけどね、くっついちゃってて、これ油みたいな、いい感じですね。よく切れてる、それからこれですかね。これ剥がすときに売ってたんで、ちょっと道具いろんなの試してるんで、ちょっと買ったら、剥がれにくい壁には使えないんですけど、剥がしやすいところはこう爪でやるのが、このなんですかね、テコでこんな感じやって、こう両手で片手でこうピッてやってキュッと壁紙を引っ張ることができるんで、スピードアップになりますね。だいぶちっちゃいのがまたいいんですよね、これ持ちやすくて。そして、ヘラですね。ヘラは竹べら使ってたんですけども、これ何ですかね、こう力の入れ方を覚えると結構こうキュッていってる感じがするんですよね。あと買う時にこの木のこの膨らみの感じがものによって違うんで、暇な時にこのこう彫刻刀でガリ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 削って使ってますね。こちらも見つけたのがですね、これは継ぎ目、壁紙の継ぎ目専用のカッターでなんですけどね、こうやってやると、このここの透明なところに壁紙のこの裏地が見えてくるので、それでこの切るところから、この継ぎ目から2センチぐらいのところをこう折っていけるっていうと思って買ったんですけど、あとカッターの後角度ですね、角度をこう一定にしようと思ってですね、こう当てた時にこう、ちょっとネットとかでいろいろカッターの、使い方ですか、職人の人がやってるのを見ると、なんていうんですかね、この角度よりも この角度をこの角度を一定にしてキュッとやるのがいいみたいなんですけどね。そんなに持参なんですかね、こっちでやっても、そんなには変わらないような、変わるようなそんなような感覚で使っております。はい、こちらヘラですね。ヘラはですね、結構大きめのからちっちゃめのから、あと脇にこのこれゴム製のやつとかも使っててですね、いろんなヘラ使ってます。はい、こちらですね、壁紙こうやってやるときに、やっぱちょっと太いのはちょっと高いんですけど、ちょっと汚れててすみません、私じゃないんで、これ私の両親が汚したまんまですよね。
掛けも何ていうんですかね、こうやった時にこう力が加わりやすいっていうんですかね、こうやった時にこう指がこう疲れやすいっていうか、まあ、でも長くてこう届きやすいっていうのもあるんですけどね、上の方とかで、まあそんな感じですね。あとこちらカッターの刃を折るやつですね。これもそうなんですよ。これもちょっと長くてこれポコポコ落ちるんですよね。これカッターの刃を捨てるんですけどね。なんか私の中では今のところこれが一番使いやすいですね。こんな感じでこうやってパキッとちょっと蓋して使ってますね。腰につけてるんですね。これはまあ普通のやつです。こちらメジャー。こちら、行きつけのトライアルというスーパーで250円とかで売ってるんですけど、意外に使いやすいですね。はい。あとは腰袋ですね。腰袋はこちら。こちらやっぱりタオルとか軍手とかですね、かける。これはなんかブレスレット、なんか家にあったブレスレット改造してこれをですね、ここ入れて養生する時とか使うんですけどですね。あとは腰袋と、まあ、タオルなんか結構、まあ、壁紙やると慣れてくると全然糊ほとんど手につかなくなるんですけど、まあ仕上げで拭くときにこうやって何枚も洗って水で濡らして手をきれいにしてますね。はい、ちょっと簡単ですけど、私の壁紙道具ですね。この辺から、うん、難しいね、みんな乗らなくてやったら乗らないと、もっとなんていうか、なんか擦るんじゃなくて、なんていうの、絵の具をつける感じ、ペトペト、そう、ペトペトつける、そういう感じ、そう、叩くような雰囲気的に結構塗り込むような感じ、なくなってる、うん、そういう感じ、じゃあここからこう